モード901では、ワイヤーフレームを表現するためのテクスチャーというのが追加されました。このサンプルとなる顔のモデルに対して、ワイヤーフレームを適用し、効果を確認してみましょう。シェーダーツリーのレイヤー追加。特殊カテゴリーの中にあるワイヤーフレームテクスチャー、こちらを適用します。ワイヤーフレームの幅というのは、ライン幅。 こちらで設定します。これで顔のモデル全体に対してワイヤーフレームが適用されているのがわかります。デフォルトの状態だと元々のマテリアルにラインが追加されているような状態に見えますが、このラインだけを描画することも可能です。ワイヤーフレームテクスチャー、こちらを選択し、 右クリックでコンテキストメニューからインスタンス作成。こちらでインスタンスを作成し、エフェクトをディフューズの色から透過量へと変更します。テクスチャーレイヤーを反転させ、あとはマテリアルでディフューズの量、スペキュラーの量、あとフレネルの量も0%にすると、 完全に透過したワイヤーフレームだけの状態で確認することができるようになります。元のワイヤーフレームの場合、このようにテクスチャーとして実装されているため、ワイヤーフレームのラインを描く以外にも活用することができます。例えば、ちょっとこの状態を元に戻して、 もう一度、ワイヤーフレームテクスチャーのインスタンスを作成し、今度はエフェクトをディスプレイスメントへと変更してみます。ちょっとディスプレイスメントの量が大きすぎるので、こちらを調整してみます。 そうすると、ワイヤーフレームのラインの部分というのが浮き出てきて、また違った表現が可能になるのがわかります。このワイヤーフレームテクスチャー、これはデフォルトで適用しているマテリアルすべてのエッジのラインというのを描画しますが、描くラインを限定することも可能です。ですので、例えば、エッジモードへと切り替え、 この目の周り、この部分と、ここら辺ですね。ここにだけワイヤーフレームによる効果を出したいというときには選択セットを用意しておきます。エッジを選択し、右クリックで選択セットの追加というのがありますから、ここで例えばエッジセレクションといった形で エッジの選択セットを作っておきます。あとは、このワイヤーフレームテクスチャー、こちらのプロパティの中にあるエッジ選択セットで、先ほど作ったエッジセレクション、こちらを指定してみると、この指定した箇所に対してのみ、ワイヤーフレームの効果というのを適用することができるようになります。このように、 ワイヤーフレームは単なるワイヤーフレームレンダリングではなくて他のテクスチャーや機能と組み合わせて活用していくことができるようになっています。